頭の事故である。それは突然訪れ、しかも多かれ少なかれ心に傷を残す西洋のことわざ。私の初めてのキスは血の味がした。新入生代表1年 A 組入江直樹。私たちは今日このセントトナン学院に入学し、共に学ぶことになりました。先生方のご指導のもと、互いに切磋琢磨し、好学心向上心を培い、人生の自由となるこの貴重な3年間。私は初めて入江君に会ったその日から運命を信じることにしました。あの運命的な出会い以来、入江君への思いは私の胸の中で日々大きく膨らむばかりで、あの衝撃的な激突キスの時に折れた歯を差し歯に変えたんですが、入江君を見るたびにその差し歯も切なく薄くのでした。セントトナン学園始まって以来の IQ200 を持つという超天才の入江君は、勉強も当然いつも一番で、おまけにスポーツも万能で、女生徒たちに憧れるのと。そんな入江君は頭も良くない、これといった取り柄もない私なんかには到底手が届かない人かもしれない。だけどこのラブレターに書き続けた2年間の積もりに積もった入江君への私の気持ちだけはどうしても伝えたい。私はとうとう決意しました。高校3年の私の18回目の誕生日に、2年分の片思い、どうか受け止めてください。あの私、 F 組の入江の相原琴子です。3年 A 組出席番号3番入江直樹君ですね。何お前、これ読んでください。いらない。ちょっと待って。俺頭の悪い女嫌いなんだ。お気の毒ね。まあ、固まっとんだよ。見事にコッパだったね。失恋記念の写真になっちゃったか。おい、どういうこっちゃそれ。コトコ、おいコトコ、まだおい、コトコ、バイバイ。コトコ、帰ろうよ。コトコ、重傷だよ。コトコ、忘れろよ。頭の悪い女は嫌いだなんて言われたんだよ。だって頭が悪いの当たってるもん。仲間の男、男コトコってママゾラブ。入江君に限ってはそうかもしんない。だって2年間も思い続けてきたんだもん。頭の悪い女に嫌いだなんてくれちゃ諦めきれないよ。もういい加減目覚ませよ。所詮 F 組のあんたの手の届く相手じゃないんだから。そうそう、あいつは A 組の中でも学年トップの超天才。悔しいけどコトコには似合わない。あれがお似合いのカップルってやつ。ああ、最悪のバースデー。
これ持ち出すのがやっとだった。母さん、母さん燃えちゃった。俺たちはとことんついてない親子だな。あの家新築して3日だぞ。3日。それにお前の誕生日だっていうのに。うん、本当に私不幸の塊。やだ、お父ちゃんのせいじゃないよ。なことこ、お父ちゃんな、もう一度頑張って家新築するからな。それまですまないが、この2階で我慢してくれるか。そんなの当たり前よ。私はどこに住もうが平気だから心配しないで。あ、すいません、今日は島にしたもんで。しげさん、よかった、無事で。まっちゃん、あー、もう探したのよ。はい、はい、よかった、しげさん、心配したのよ。お父ちゃん、募金活動やんけ。ほら、結構集まってんで。やめてよ、そんな。何言うとんねん。ありがとうございます。この服は俺の服。ありがとうございます。こういう時はこの金之助に任せればええねん。コタコ、大丈夫？大丈夫、何でもいいなね。私たち みんなで応援するから。すいません、早募金活動せんか。そうだ、はい、はいはい。ねえ、あの子、日の入れ役に振られた子じゃない？何、家まで燃えちゃったわけ？悲惨。いるんだよ、不幸絵に描いてるやつはさ。おいで。かわいそう。このかわいそうな相原琴子に愛の手をよろしくお願いします。お前か、昨日ことが発端は。知らない。知らんて、琴子はな、お前にはもったいないほどええ女やねんぞ。分かってんのか。そうだよ、分かってんのか。分かんない。自分涙もない人間、あいつ。災難続きね、気の毒に。結構です。そうね、あなたに関わってると不幸が伝染しそうだものね。何言うとんねん。そんな不幸ぐらいな、俺が引き受けたる。俺に言って、俺に。すっごい。しげさん、待ってたのよ。いらっしゃい。ことこちゃん、どうぞどうぞ。まっちゃん、やっぱりまずいよ。何言うて。おい、こと、帰ろう。ジロジロ見るの失礼だろ。すっごいって。さあ、どうぞ。どこはさすよ。おばさん、しばらくお世話になります。しばらくだなんて言わないで、ずっといてくれていいのよ。いやいや、そういうこと。あ、こんにちは。こんにちは。ほら、ゆうき、ご挨拶は。あ、ね、座って、座って。うん、失礼して。ちょっと質問があるんですけど。あ、宿題？いいわよ、何でも聞いて。これ、なんて思うんでしょう。ん？あ、ほら、牛のほら。あ、これは、そう。うん、な、鍋牛。そういう牛がいるじゃん。鍋牛。これはね、鍋牛。鍋牛かな。これはね、カタツムリって読むの。高校生のくせにこんな字も読めないのか。こらゆうき、いいんだよ、まっちゃん。こいつ本当に勉強できないから。ほら、だけど気立てはいいやつなんだ。それだけは自信。分かってるって。ことこちゃん、すっごくいい子よ。しげさん、男で一つでよくここまで育ったわね。まっちゃん、分かってくれるか。うん、私としげさんの仲じゃない。
ただいま。あ、お兄ちゃん。上の子なの。ご挨拶。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ほら、火事にあった相原さん。ボーボー燃えちゃいまして、お世話になります。うそ。ことこちゃん。挨拶をしろ。ことこちゃん。ことこ。ことこ。本当だ。私帰ります。どこへ？ないんだろ。家。おかえり。しげちゃん、ひーちゃん、あい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 ちゃん、ありがとう、ありがとう。男ちゃん、男ちゃんとお兄ちゃんが同じ学校だなんてね、運命感じるわ。ね、私たちの若い頃みたいじゃない？お父ちゃんたちな、高校生の時はどこ行く時でもその3人一緒でな、なんちゅうながら明日に向かって予定みたいなさ。そうだから男2人と女1人の友情っちゅうな。あ、ドリカムね。え、なんだそれ。ドリカムよね。おい、なんだ、失礼だろお前。ゆりちゃん、今になってこんなに世話になるとは本当にありがたいと思ってるんだよ。ゆずくさいよ、しげちゃん。俺としげちゃんの仲じゃない。しげちゃん、しげちゃん、そうよ、そうよ。しげさんとことこちゃんさえよかったらずっとこの家にいてちょうだい。いや、そういうわけには。男の子なんて大きくなったら母親とる。ちょっといてくれないんです。間違って、ここがね、ことこちゃんのお部屋よ。さあ、どうぞ。どう、気に入った？私ね、ずっと憧れだったのよ、こうやって娘の部屋飾るの。お洋服もね、ことこちゃんにね、こんなの似合うんじゃないかなと思って。ほら、どう？あ、やっぱり似合う、いい感じ。うるさい。ごめんなさい、それ私の荷物。こういう時はありがとうって言うんじゃない？普通。ありがとう。なんなのよ、二人とも。勇気、お姉ちゃんができたと思ったら嬉しいでしょ。やめてよママ、僕は自分の部屋がなくなっただけでもショックなんだから。この部屋は勇気の部屋だったんだよ。そうだよ、今じゃお兄ちゃんと一緒の部屋だからすごく不便してる。勇気、荷物ここ置いとくからな。お兄ちゃん、まさか。私やっぱり。やった、ことこちゃんはね、気にしなくていいな。さね、でもことこちゃんね、知らないでしょうけどね、私ね、ことこちゃんのこと抱いたことあるのよ。ことこちゃんが赤ちゃんの頃。そうなんですか。私ね、ずっと女の子が欲しくて、ことこちゃんのお母さんが羨ましかった。ことこちゃんのお母さんが亡くなって、しげさんたら黙って引っ越しちゃって、どうしてんのかなって気にしてたのよ。そしたらこんなにすくすく育って。ね、おばさんのことお母さんと思って。まあまあって呼んでもいいのよ。ね。ね、ここは自分の家だと思って何にも遠慮しなくていいからね。ね。はい。一緒に住むことになるなんて。でも、ノック、くらしてください。いくら家くんだって。ドア開いてた。これ、あ、それは
出せよ。ごめんなさい。これだけは言っておくぞ。お前たちがしばらくこの家にいるのは仕方ない。親父も袋もあんなに盛り上がってるし。けどな、俺とお前には全然関係のないことだし、はっきり言って迷惑なんだ。そんなに、そんなに私のこと嫌いなの？私も入江君のこと嫌いになれれば楽なのに。嫌いにさせてよ。バカ。行ってきます。あげたわ。分かってるとは思うけど、一緒に住んでるなんて学校で絶対に誰にも言うなよ。分かってます。声かけるのもやめてくれ。かけませんよ。それから俺の半径2メートル以内には近づくな。分かった。分かりました。1メートル、2メートル、これぐらい離れてればいいんでしょ。離れたわよ。さあどうぞ行ってください。1メートル、2メートル、そしてこれは口。うりゃー。お前本当バカだな。バカで悪かったよね。何そんなに急いでんの。遊び行かない？一緒に。いいです、学校ありますから。そんなのサボりゃいいじゃん。話してください。入江君、入江君、入江君。おい、ちょっと待って。いや、俺飲んのになんか言うか。おい、行けよ。俺何やことか。なんよお前ら。なんだかい。ちょっと入江君、見てたんでしょさっきの。声かけるなって言ったろ。人が困ってる時ぐらい助けてくれたらどうなの。それでも男。困ってたのか。お前のレベルにぴったりみたいな。何よ、成績がいいのがそんなに偉いの。そんなに立派なことなの。そりゃ私は F 組よ、成績良くないわよ。だけどそれが何だっていうのよ。たかだか試験の結果じゃないの。私だってちょっと本気出したらあんたなんかすぐ追いつけるんだから。すぐっていつ。そのうちよ。とにかく今度の注意喚起で100番以内に入ってやるから。100番に入ってあんたと同じ掲示板に載ってみせる。勝手にどうぞ。やるわよ。やってみせるわよ。男、あんた気は確かなの？100倍以内なの？入れこないじゃないよ。今まで F 組で100倍以内に入れたのが一人もいないんだよ。私が歴史を塗り替えてやる。私も楽しみにしてるわ。宝くじで1億円当てる以上の確率だと思うけど。それ以上じゃないか。見てなさいよ、絶対に中に返してやる。あやら、あやら、お前よく決心したな。人間なんでもチャレンジが大事だ。打倒入り頑張れ。はい、頑張ります。よっしゃ。お前、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 お
あらへんで全部やっつけたった。おっ、おい、ちょっとみんな、なんでこんなことに。いつまでいるんだろう、あいつ。ああ、そのうち出ていくだろう。なんかあいつ疫病神みたいだな。疫病神か、そうかもな。ダメ、ダメ、わかんない。ああ、私本当にバカなのかもしれない。頑張ってるわね。はい、お夜食。あ、すみません、ありがとうございます。お夜食なんて作るの初めてだから、なんだかワクワクしちゃった。初めて。ジェレクには？ああ、お兄ちゃんは勉強しないの。ヒレ君って勉強しないんですか？そうなのよ、我が子ながら可愛くないわよ。なんでもできちゃって。たまには親にドキドキハラハラさせてくれてもいいのにね。ヒレ君って本当に天才なんだ。えらいこと言っちゃった。ん？どうかした？え、なんでも。あ、ねえ、お勉強わからないところがあるんだったらお兄ちゃんに聞いたら。ね、今呼んでくるわ。あ、いいんです、いいんです、自分でやりますから、自分で。おはようございます。おはよう。あら、お兄ちゃん、コトコちゃん待っててあげなさいよ。今日はちょっと用があるから。間違ってるぞ、それそれ。これみたいよ。やっぱダメか。ごめんね、ことこちゃん、私のせいで嫌な思いさせて。あ、やだ、おばさんのせいなんかじゃ。うん、うん、お兄ちゃんの女嫌いはね、私のせいなの。え、うっそ、これ入江か。そうなの、かわいいでしょ。でもどうしてこんな。私ね、女の子が欲しかったんだけど、生まれたのは男の子でしょ。それでがっかりしたんだけど、ほら、女の子の洋服着させたらそこらにいる女の子がずっと似合うじゃない。それでついね。そうなの、それで女嫌いになっちゃったみたいよ。だからね、私のせいなの。でもね、可愛かったのよ。惜しかったわ。私、おばさんにお願いしたいことがあるんですけど。あら、何？何でも言ってちょうだい。実はですね。相原さん。何？相原さん。ちょっとどうしたのよ。まさか気が変わって付き合ってもいいとか言い出すんじゃないでしょうね。そんなことあり。おい、今さら琴子に惚れた言うとかって遅いねんぞ。相原さん、ちょっとカバン持って。お、おこら、行くな、ことこ。お、ことこ。お袋のやつ間違えたみたいなんだよ。本当だ。ありがとう。何渡してんだか全然わかんねえ。愛のプレゼント。あんごやろ。はい。たく紛らわしい、お前なんかと同じ学校で。そうね、制服間違えちゃったりしたら困るもんね。ドキドキスカートが恋しくなったりしてね。何言ってんだお前。じゃん。なんでお前持ってんだよ。から引っ張り出してきたんだ、そんなもん。おばさまにいただいたの。入江くんってかわいい。お袋のやつ何考えてんだよ。
返せよ。いやよ。は？天才にも弱みってあるのね。お前脅迫する気か。返せよ。あの野郎。あの。条件があるの。何？中間テストまでの1週間私に勉強教えて。俺が？お前の？そう、私を100倍内にしてくれたら感謝。断る。そんなの無理に決まってんだろ。じゃあこれをコピーして学校中。分かった、分かったからやめろ。本当？ああ、今日から1週間だけ教えてやるよ。だけど100倍以内の保証はしないぞ。勉強するのはお前なんだからな。分かってます。やったやったやった。あんた野郎、なんだって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 助けてほしいって。なんでもないの。あ、そう、勉強勉強。どこ、まっちゃ ん料理のセンスあるよ。うまい。これ本当？嬉しい、プロの板さんに褒められるなんて。いやいやいや、まっちゃんだし温かい味がする。うん、やったしげさんったら。本当だって。あ、ね、そうだ、ことこちゃん、今夜の夜食何？適度なカフェインを含んだ消化がいいもの。うん、お兄ちゃんに聞いてないでしょ。二人分、彼女の部屋に持ってきて。え、何？お兄ちゃんも勉強するの？ああ、すごい、お兄ちゃんが勉強するなんて初めてなのよ。さすがことこちゃんね。僕もお兄ちゃんと一緒に勉強する。お前はいい、行くぞ。はい、ごちそうさまでした。マキ君、よろしくお願いします。頑張って。それで何からやる？苦手な科目は？え、まあ、何緊張してんだよ。まあいいや、とりあえず数学からな。まずはこれでもやってみろ。これができれば80点は勝てるな。どうして、ね、どうして点数が勝っちゃうの？ A 組だからな。あ、そうですか。ほら、やってみる。いいから。あんた、だってなんだよこれ、全然違うじゃねえか。どうやったらこんな間違いできんだよ。公式はどうして？公式は、公式ってお前授業中何聞いてんの？だってお前の頭の中一度割って見てみたいよ。うん、はい、お夜食よ。あ、そうもすみません。お前はいい、そこ置いといて。はい。しげさん、しげさん。全然違う。昔の私たちみたい。まあ、なんでそういう計算ができるの？どう説明しようよ、ちょっと。どころ。バカだな、お前。だけど、こんなの伝えようかな。あいつ本当に勉強は。大丈夫よ。愛の無知ってやつや。いや、次やってみよう、次。ね、無知って言えば。俺昔よくまっちゃんに怒鳴られたな。そうだね。何してんの？次行け、次。だからなんでそうなんだ。お兄ちゃんがあんなに熱血してんのって初めてじゃない？うん、珍しいこともあるもんだね。愛のムチよ、あれが。待って、じゃあ、ムチって言えばさ、ほら、そう、学生最初にさ、ムチしたはめってさ。うるさいんだけど、邪魔しないでいただけますか？ごめんなさい。ソーリー。無事ってきた。ねえ、まっちゃん、無事よ。一晩中かかってたった2問かよ。ごめんなさい。
宿題だ。夜までにやっとけ。じゃあいい。あ、やります。やります。では。ではこっちだよ。A boy ran after him and called. できた。できたよ、リエ君。ごめんね。寝不足になるよね。ずっと勉強見てくれて。ありがとう。シャッターチャンス。やだ、遅くなっちゃった。お礼言おうと思ってたのに。ねえ、ことこちゃん、ことこちゃん、ことこちゃん。いよいよね。頑張ってね。これ、お守り。ありがとうございます。あ、ねえねえ、終わるまで開けちゃダメよ。聞かなくなるから。頑張れよ。
なんだよ。入江君は寝てるよ。誰かのおかげでずっと睡眠不足だったから。あ、そう。入江君大丈夫だったのかな。もしも今度のテストで入江君が一番じゃなかったら。入江君がちゃんと一番でありますように。コトコ、コトコ、結果発表なんて見に行かない方がいいって。100番に入ってなかったらまたあの女に言われるんだから。ちょっと聞いてんの、コトコ。おい、リエ、珍しいな、お前発表見に行くなんて。どうせまたお前一番だって。ちょっと、こっちは一番の方じゃない。そんなの見たって仕方ないでしょ。男、ねえ、よかった。どうした、こっち100番のだぜ。ああ、そうか、例のね。ダメじゃん、バカ。なんか言ったか。いや、おめでとう。さすがね、満点で1位。満点、おー、すごいな、イリエ。残念ね。当然といえば当然でしょうけど。じゃあ、やっぱりコトコ仕方ないよ。もともと無理だったのさ。私、先行くよ。あの、入江くん、私、ごめんなさい。せっかく教えてもらったのに100番入れなくて。このお守りも効き目なかったね。うちの相原は100番と同じ点数なのになぜ掲示されないんです。いや、まあそう言われても君これ F 組だしさ。教頭先生、カンニングの可能性もあります。なんたって F 組ですから。カンニングでいい点取るような要領のいい生徒は F 組にはいません。あ、それ言えてるかもしれない。教頭先生。先生、これ実験室の鍵です。 ありがとう。子供、心配あらへんで、やることやったんやから。おはよう。おはよう。あ、相原、それからみんなもよく聞いてくれ。相原、お前は同点で100番だった。そりゃ、いや、本当なんだ。掲示板に乗らなかっただけなんだ。すごい、子供。やった、よくやった相原。お前は F 組の輝ける星だ。乗りたかったな、刑事も。せや、なんでことこと長いこと乗らへんねん。なんだ、おかしいわ。そうだよ、そうだよ。まあ、そうだな、乗りたかったな。大事なのは、努力だ。入江君と一緒のかな。お前先生に聞いたか。うん。それ以上近づくな。ありがとう、入江くん。入江くんのおかげで。返せよ、例のやつ。あ、あ、あれね。
前さ、バカだけど根性あるな。少しは見直してくれたんだ。終わっちゃった。コトコって早間さん。は？何ボケなんだよもう。え？おいや。何や。ねえ一体何があるの？ねえ。何これ？コトコ。どういうことこれ？どういうこと？どういうことなのあれ、ちゃんと説明して。まさかあのことを忘れたわけじゃないでしょうね。恋は盲目、アバトムイクボ。でも僕はこんなことわざを信じない。薬病神は薬病神なんだ。このままじゃお兄ちゃんの人生は破滅してしまう。嫌な予感がする。走り方までバカ。